IP 特許事務所の代表弁理士の伊藤和馬です。伊藤 IP 特許事務所では、お客様の特許取得を、ご支援するサービスを行っております。今回お客様の、考えられたアイデア等々を創造する、知財創造と特許取得のワンストップサービスを開始いたしました。これまでホームページで、弊社の特徴等々を発信はしていたんですけれども、やっぱり活字で、発信するのと映像を通して発信するのでは、情報量等とあと伝わる内容っていうのもやっぱり格段に違うなというふうに、考えていて、動画制作っていうのを、したいなとはちょっと考えていました。でウェブサイト等々を、検索していく中で、今回アクエリアスさんの、サービスっていうのが非常にこう素敵なサービスだなと思って、あのホームページからお問い合わせさせていただきました。はい、初回問い合わせをさせていただいてから、初回ウェブで打ち合わせさせていただいたんですけれども、その段階で非常に誠意ある対応で、一番その時にここだと思ったのは、打ち合わせの前にいろいろ弊社のことを調べてくれて、で特許事務所さんってこういうお困りごとがありますよねとか、こうですよねっていうふうなところをいろいろ調べてくださって、こうお話できて、活字では伝わりにくいっていう風なところを、動画映像を通して伝えていきたいっていうところを、そこにフォーカスしてどうしたらいいかっていうところをご提案してくださったっていうところが、もし初回の段階でもこれだっていうふうに思いましたね。こうした方がこう映像映えするとか、そういったいろいろご提案いただいて、で本当に良いものをこう作り上げるために親身になってこう考えてくださってるとか、非常に好感が持てました。今回ご制作いただいた動画をホームページに掲載しているんですけれども、実際にそのホームページから動画を見たよっていうふうな、意見をいただくこともありますし、初めの目的であった、字面では伝わりにくいっていうところを、動画を通してこうお客様にどんどん発信できるっていうところで、今後どんどん効果が出てくるんじゃないかなっていうふうに思っています。なんか自分自身の捉え方も結構変わったなっていうのがありまして、作る前だととりあえずお客さんにリーチで届けばいいかなっていうぐらいな感じだったんですけれども、作った後だと、いやこんないいのできたんだからもっとみんなに見てほしいなっていうふうに思うようになったんで、じゃあ見てもらうためにどうやったらいいんだろうっていうのを考えるようになって、そういったいろんな手段の中で、定期的にこう動画をアップロードしていくとか、チャンネル開設して、そういったところでいろいろ発信していくっていうのは、結構今後の展望としては非常に魅力的だなっていうふうに思ってます。